熱血からモテ妻へ。こんにちは、ヘアメイク職人バケコです。今日はモデルさんに来ていただいております。幸子さんです。よろしくお願いします。このチャンネルでは40代50代以上の悩みをヘアメイクで解決しています。チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、幸子さんようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。お願いいたします。よろしくお願いします。今日のお悩みは、柔らかい顔になりたい。柔らかい顔になりたい。熱血からモテ妻へということで、今日はテーマとしてやらせていただきます。なぜなら、幸子さんはお仕事何をされてますか？モテ妻のカウンセラーです。あのね、いいことなんだけど熱血なんですよ、はい、そして顔も熱血なんですよ。ちょっと圧が強いですね。はい、はい、強いです。はい、ということでですね、モテ妻カウンセラーがモテ妻風の可愛く優しそうな、今日はお手伝いできたらなと思ってます。お願いします。はい、では早速ですね、ちょっとやっていこうと思います。幸子さんのご自前でございます、ナチュラグラッセメイクアップクリームベースとファンデーション一緒になってるやつ、ちょっとこの辺だけ気持ち程度に今塗りました。乾燥肌さんですね、結構ね。ちょっとこの辺シミがあるんですけど、先にシミ消しちゃおうか。で、目が大きいからね、ちょっとここのちょっと彫りの深いこのクマも若干気になるので、これも後から少し。ちょっとこのクマ、ファンシーラーを使ってみようかなと思います。のオレンジとちょっと乾燥気味なので、ここだけですね。いつものように本当に濃いとこだけ、本当にこの境目だけ。でもここのおでこのツヤがすごくいいんですよね、幸子さんね。おでこだけはね、だけどそこのツヤがあることで、このライブとかやってる時にすごいツヤツヤして見えるんですよ。それ自分でもなんとなく分かりますよね。分かります。おでこはいつも皆さんに言われます。おでこがツヤツヤしてる、おでこが光ってるね。アイカラーはいつも使ってないんでしたっけ？このビセ、これはチークだと思うんですが、こちらを使っている。はい、いいと思います。あんまりね、彫りが深くて人があんまりやりすぎるとね、結構宝塚になる目とし宝塚になるそうです。じゃあもうこれでアイメイクはね、ほとんどしてないでしょ、いつも、はい、これぐらいですね、はいはい、これぐらいで軽くしましょう。鼻の先見てください。目がでかい、目がでかい。根元上げなくていいですね、幸子さんは、ね、根元上げなくていい。もうまつげもすごく長いので、うん、先だけ少しカールがつけばいいかなと思います、うん、先だけちょっと影にならない程度に上げときましょう、うん、でさらっと一応下地をつけておきましょう。これはまつげ保護のためですね。はい、じゃあ眉にさあ取り掛かりようと思います。皆さん一回ちょっと、幸子さんの眉をチェックさせていただきます。こちらがですね、少しこう上がってるんですよね。キューッと丸くここをカーブを描きながら上がってます。だから眉頭は結構もうこう下に向いちゃってますよね。キューッと延長線上だとキューッてます。だからこれがね、一番強く見える原因ですね、うん、そしてこっちの眉、こっちの眉はね、こっちよりも低いんですが、こっから眉頭からここまでがすごくストレートなんですよ。キューッと上に上がってる、でここに角があってクッて下がってるんですよ。これはまたこれですごく強そうに見えるんですよね。なんでこっちは少しカーブが欲しい。こっちの丸みは少し取りながら少し下げる。でこっちは少し丸みを与えながら、ここのキュッと下がってるのをちょっと上げるっていう努力を私してまいります。まずこっちは下です。下、上は足さない。でこの時にクッて入りやすいので、なるべく横に横に横に、眉頭がこう生えてるんですけど、こっちは意識しないように横に入れてきます。で下側
でこの時のコツとしてはもうあのというか今ここの自分の眉毛を あんまりいじらなくていい。自分の現状の眉の上を足すだけでいいんですよ。とりあえずね、最初の目安としてもう自分の眉の下側だけとりあえず描いてみてくださいね。そしたらちょっと印象が少し下がったんですよね。この眉の特に太くしてるわけじゃないし、すごく足してるわけじゃないんですよ。下だけ強く描いただけで、ちょっと印象が上から下に下がった感じが分かりますかね。でちょっとここはね、平らにしてきます。気持ちクーってなってるのを少し平らにするように、ここちょっとだけ見えますね。はい、でこの時にね、自分の眉毛がここまであるんですよ。であんまり長くするとこれからまた強くなるんで、ここのここからここのこの隙間だけ埋める感じです。ここまで足さない、ここだけ。はい、で今度はこっちに着手します。ここの丸みをつけていきたいんですよ。今度はこの下側はここは絶対触らないです。このここね、ここはちょっと足していかなきゃいけないと思うんですけど、とりあえずこのここ足さない、眉頭下側はここを少し丸みをつけて、今下は絶対描いてないですよ。上だけです。だ全体的にちょっと眉が上がった感じがしますよね。でここがやっぱりキュッと上がってるんですよね。ここがこの眉、鼻球のところが結構はっきりしてるんで、ここをちょっと平らにしていきますですね。でこっちがちょっとこうここにここの鼻球がね、こっちより出てるんですよね。なんでここはクッと下がりやすいので、これを少し横に行きますね。でここまで今描いてきてなんとなく揃ってきたんですけど、やっぱりちょっと下げたいですよ、やっぱこの眉山を。なんでここは切ります。いいですか。はい、もうちょっと下げていこう。眉頭は綺麗に生えてるんだよね。これを今前頭は全然足してないんですけど、ちょっとぼかしたいんだよね、気持ちね。これで逆に少し足します。毛がね結構しっかり生えているので、前頭がぼけにくいんですよね、さちこさんのね。これちょっと色を消していきましょう。これでピンクブラウン、これでちょっと一回外してみてチークを出てみますね。もしかしたらですけど、これでもいいぐらいですよ。あ、これぐらいでも、うん、はい、ふわっとするんだったら多分パウダータイプの方が優しくふわっと入ります。ですね。それでちょっと髪の毛を整えて口紅つけていこうかな。なった。なった。出ました。無敵ハートが出てきた、ここら辺に。いきますよ。どん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 溢れ出てくる。おった。気をつけないと髪の毛が割とシャープに見えやすいです。この幸子さんの髪質にはすごい合ってる、こういうねちょっと。うん、だから巻くようにしてからの方がまだやっぱりふんわり見えるので、うんうん、ライブは必ず巻くようにしてますけど、うんうん、その方がいいね。なんか分け目そこいいね、うん、ちょっとふわっとふわっと感を出して、はい、こんな感じ。ちょっと少しエレガントにふわっと、どうしてもねちょっとこう髪型すごい似合ってるんだけど、
あのペタってなるとシャープになりやすいヘアスタイル的にはね。なんで少しふわっとふわっと、口紅もちょっとこうグロスをつけてふわっとっていう感じを意識して、やってみました。どうでしたでしょうか、さちこさん。すごく柔らかくなった感じがします。喋り方が変わった。ありがとうございました。皆さんぜひ参考にしてみてください。富田幸子で検索すれば、はい、大丈夫ですね。そうです。モテツマメソッドカウンセラーやっておりますので、はい、お悩みの方ぜひ検索してみてください。はい、ではバイバーイ。